2022オートバックスーパー GT ラウンド6スゴー GT300 キロレース決勝です。まずはスタートから温まりにちょっと苦労していたウェッツをゼントがすぐに抜いてきます。4コーナー、そしてさらにスタンレーも牧野選手がここでハイポイントからさらにレインボーで抜いてきまして2位に上がります。300の方ですけれども、ここは87号車がシンティアも抜いていきます。これで2位に上がって、さらにウェイボーも抜いていきます。そしてレオンも狙っていくところでしたが、そんな中ですね、まずはピットストップ、これは雨が降ってきたところで入ってまいりました。15周目、これがまた大きくドラマを変えます。87号車が飛び出します。そして各車入ってくる、レッドブルモチュールといったところもここ入ってきましたね、はい、でフルコースイエローになります。で解除して3番手争いですが、モチュールがスタンレーを抜いてこれで3位に上がります。でタイヤ変えた組の300の争いですけれども、実質上のこれはタイヤ変えた組のトップ争いですが、 ART が BRZ を抜いてと、まあ、タイヤ変えた組のトップになります。でさらにモチュール、これは500の方のタイヤ交換組ですけど、モチュールが前と抜いて交換組トップということになります。そして、今度はこれはクラフトスポーツが前と抜いて、これで2番手に上がりますね。さらに3番手争いですが、レッドブルモデューロ、これゼント抜きます。これ2台抜きでしたね。3ワイドでの勝負でした。そして500ですが、レッドブルが2回目のピットイン、レインからまたレインに変えます。で ARTA もこれ300ですが、レインからレインに変えますね。さあそんな中、2回目のピットを終えた中でいうと、ゼントが今度はレッドブルを抜きます。これで事実上の2回ピット組のトップ、はい、でピットがまだだった、2回目がまだだったムータですけれども、暫定トップにこれ、まあ、300他の車が入ったんでトップになります。で粘りに粘って乾くまで待って、ギリギリ54周目でこれでドライに変えます。そしてクラフトスポーツもこれでドライタイヤに変えまして、これでトップ。こちらは4位争い300、リアライズが BMW を抜きます。これでランキングトップのリアライズはなんと4位に、こちらにも喜びます。オリベラのドライのオーバーテイクでした。そしてクラフトスポーツが見事チェッカーで今シーズン2勝目。はい、この組での2勝ということになりました。300はムータがチェッカーということで今シーズン初優勝、 GR86 にとっても初優勝ということになりました。以上第6戦のハイライトでした。ありがとうございます。